プなのね。そうなんですよね。どういうタイプですか？難しいですね。前日なんかぐーぐー寝てそうじゃないですか？あ、なんかやっぱり大会とか、うん、そのやっぱグランドスラムで、うん、こうどんどんラウンドが上がってきたりとかすると緊張したりしますね。そういうもんだやっぱり。うんうんうん。そうですね、私はどっちかっていうと、まあ、そういう時やっぱりドキドキしてきちゃうので、うん、あの深呼吸とか、まあ、それこそ、まあ、そんな大してするわけじゃないんですけど、こう軽く瞑想だったりとか、こうちょっと本当にこあの心を落ち着けるみたいな風にした方が、まあ、自分の中ではいいかなっていう風に思ってます。やっぱり前の日からドキドキしてるのはあまりいい影響は及ぼさない。いやでもそれを楽しんでいるのであれば全然問題ないと思います、うん、あなるほど、はい、そういうふうに変えるっていうこともあるかもしれないですね。そうですね、なんか楽しみだなとか、はいはい、